よし。ジャイアン。しっかり引けよ。言い勝てる。共に立ち上がろう。共に倒れよう。私たちの愛が。もういや。私を撃って、これ以上聞かされる前に撃って。そしたら価値のある美術品が好きな男なんだよね。何やってんだよ。お前には大聖堂に行ってもらいたい。そこに隠れてる奴がいる。イカれた男だが腕はピカイチだ。いやなんかいるな。うおーやべ。ほい、オッケー。ここまで登って。でこっから向こうに飛ぶんだな。あーしくった。登れ登れ。ダメだ。お、なんか変なとこ登ったな。いいぞ。よっしゃ登れ。うーやばかった。でここまで来たはいいんだけど、こっちかな。やばいやばい。正面だろ。よっしゃ。であそこに飛ぶ。こっちでいいのかな。うー助かった。ケーブルを巻き取れ。よし。これで一つね、また電源ケーブルを巻き取りました。あと奥だな。どうやってこっち側行くかなんだよな。ほらまず一回ここに登って、あ、こうやって通ってんだ。あ、で、あそこのシャンデリアのね、電気が消えてるんで行けると。よっしゃ。そしたらここにゾンビが湧いてんのか。やべ。ほら。ふい。あ、クソ、タックルしてくんなよ。タックル嫌だな。よいしょ。よしよし。ふう、なんとかやり。やばい、またかよ。武器ある？まだあるね、ハンマー。ほら。よっしゃ。なんか弓がね、全然威力が弱くて使いにくいんだよね。よし、飛ぶ。オッケー。正面。ここだな。手を貸してほしいんだ。我が家に押し入り。はっきりと怒るか。他に何を望む。他に何を望む。お前の力が必要なんだ。正面飛ぶぞ。ほい。で正面だね、黄色のとこ。ほら。よっしゃ。ふう、そんでどっちだ？こっちか。よいしょ。はい、登り。来ました。電源。最後かな、これで。どうだ？メインの電力供給を見つける。
ん？暗すぎてわからんな。どこにいるんだ？話を聞けよ、ゼロ！なぜ邪魔をするんだ？俺に構うな、わかったか？まだ電力通ってんのか。ん？ワイヤーが出てる。ワイヤーが？あそこに向かってんのか。うん、じゃあ多分そっちに飛ぶってことやな。あ、よっしゃ、ここだな。いや、なんか結構いるね。こっちだね。落ちないように気をつけないと。落ちたらね、また初めからなんで。いや、いますね。正解のルートにはゾンビがいるんですね、感染者が。しゃしゃ、よし、おとなしくしろ。で、みんななんか緑色のスーツ着てるから多分医者だったんだな。人を助けれなくて感染しちゃったんだな。服装で見て取れるよね。ゲット、よし、ここだな。隙間を通ってっか。うわ、邪魔だ。ほらほら、なんかゾンビと戦ってるとさ、なんかすごい手汗かいてくんだよね。なんだろう、やっぱ怖くはないんだけど、スリルがあるのかな。インヒビターを検知、どこかにある。下かな。で、正面のシャンデリに飛ぶ。よっしゃ、うん、オッケーだね。いや、結構いるね。うん、電気を先に消すとね、これ来ちゃうから火炎瓶投げたろか。これ燃えろ、奥のやつも燃えろ。どうだ、暗いな。 UV ライト、しぶといね。よっしゃー、ふう、探ってこ。で、ゾンビを処理したら電源をね、抜くとしますか。クエスト更新、カートを見つける。全部抜いたのかな、これで。いいぞ。あ、ワイヤーご丁寧に出てるわ。これで行くんだな。ほっ、カート、観念しろよ。どこだ。あ、上にシャンデリアあるな。上だな。もっと上に行くんだな、これ。あ、そういうことか。あ、ほら、よしよし、いいよ。
たすら上っぽいですね。で、ここから反対側に飛ぶ。ほい。上ですね。あそこだな。黄色のマークがある。怖いな、ここ。よし、届け。よっしゃ。クワッド。境界高いよ。すごい高い、境界。何も入ってない。カートに追いつく。逃げてんのか、カード。やばい、追いかけるぞ。上か。おお、高いね。高え、教会。絶景ですね。あ、カードいた。ほい。よっしゃ。カードどこ行った？ちょっと待って、ロックピックやっていくわ。逃げられて、ミッション失敗になったらどうすんのっていうね。あ、包丁あった。やりー。いいね、いいね。ここか。うお、よくもやりがったな。うおー、すげえとこ通ってる。景色いいな。ワイヤーで行くか。待て待て、怖い。景色いいけど怖い。ここすげえ景色。いやー、絶景ですね。絶景。待て、カート。うわー、うおー、危ねただの人間だな。やれ、殺せよ。息子には俺は戦士として死んだと伝えろ。一体何言ってるんだ。さあ殺せ。お前、あの女の刺客だろ。さっきから何の話だ。こっちは頼みがあって来たんだ。あ、じゃあお前は追っ手じゃないのか。違う、話がしたいだけだ。あんたエンジニアだろ。俺にはカートっていう名前がある。要件は何だ。カートを狙ってる人物のことを聞く。盗聴器のことを言う。古い盗聴器を修理してほしい、うん、それだけだ。それだけだと？あのな、手を貸す義理なんてないぞ。本気か？殺せとか言っといて。まだ取り下げてないぞ。殺せ、さもなくば失せろ。お前の問題だと知ったことか、赤の他人だってのに。まあな。カートを狙ってる人物のこと聞くか。あんたを殺したがってる女っていうのは。バジーナ・デンタータ。あそこに牙を持つ女。は？俺の弾を皿に盛ろうとしてるアバズルだ。これで通じるか。なるほど。力になれると思う。倒してやれよ。相手のことを分かってないようだな。下にいたやつは倒したが。レトか？あんなのスピーカー付きのプードルに過ぎないね。カートの素性を聞く。あんた何者だ。俺は泥に埋もれた宝石だ。俺は国を持たぬ王だ。俺は肉で作られた悲劇だ。手強いな。息子がいるんだって。他のもんと同様奪われちまったがな。そりゃ辛いだろうな。この町で唾を吐けば大抵愛するものを失った人間に当たるんだ。よし、もう一度要件を言ってみろ。
この盗聴器を無線につけたい。でも修理がいる。ただでとは言わない。はあ、部品がないと無理だな。どんな部品だ？配線が腐食してる。北の塔から代わりを持ってこい。軍が残してた装備がある。どこにある？雨風をしのげる場所にあるはずだ。アンテナの下の箱を探せ。分かった。報酬は何がいい？それは後にしよう。サプライズってことで。サプライズは好きじゃないんだが。頑張りな。カートに追いつく。まあまたね、部品を取ってこいって言われたんで取りに行きますか。ここ開かないのか。それにしても絶景だな。いいっすね。お、ここは何だったんだ？この国一の教会だ。中には神が住まうと言われていた。俺はここに10年近く暮らしているが、そんな会ったことがない。神とかいねえよ。まあ信じたい気持ちもね、わかるけどね。ん？上？大聖堂の塔で部品を手に入れると、あそこ行けばいいんだな。よし。こっちだな。この上だな。まったくよく建てたもんだ。ああ、そうすることで神に近づけるとでも思ったんじゃないか。ま、病が押し寄せた時は誰も救われなかったかな。どう行こうね、ここ。キースキーパーを殺した。よし、行くぜ。誰も殺しちゃいないな。はい。盗人から己の身を守っただけだ。不審者が家に押し入ってきたらお前もそうするだろう。さあ、家なんてなかったからな。いや、絶景ですね、ここ。やばい、景色。こっちか。お。うえ。よっしゃ。いいよ。あ、で、こっから入れるね。おお、高所まで来ました。下に下ろして。まだ上か。ん？金につかめるのかな。なんか金につかむっぽいな。だってこっち行けないもんね。ちょっとあの金に向かってジャンプしてみようと思います。おい、つかめ。あ、やっぱつかめた。よし、で回って飛ぶ。ほら、登れ。オッケー。よし、で、またね、上に登っていくんだね。それにしてもきついな。すごいだろう。こっちか。建築の奇跡、人類の異常の頂点、これぞ我らが祖先の栄光だ。それを今、お前は猿のごとく登っている。普通に建築してくれ。登れるようによ。あ、あった、スクラップ。オープン。ベリット。あった。お見事。取ったぜ。多少のことではへこたれんな。俺は頑固でね。お前は使えそうだな。戻ってこい。象が倒れてる。割れたのか。この上って登れるのかな。さすがにここがてっぺんか。いやー、景色いいですね。どこが一番景色いいかちょっと見てみるのもありだな。まだ上行ける。ほら、あー、無理か。ん？どこまで行けるんだ？
ああはい、掴んで休憩してってやれば多分上登れるな、鉄塔の上。よしよし、いいよいいよ。あ、結構上まで来れるね。おお、休憩した。スタミナ回復できた。まだ上まで行ける。すげえ。で、上まで。よっしゃ。頂上。高い。でもここが限界なのかな、この感じ。いやー、すごい景色だわ。で、あそこに行けばいいんだね。96m。飛ぶか。部品をカートに届けると。天気良かったらね、いいんだけど。持ってきたぞ、カート。よくこんな高所で生きてんな。手に入れたな。よし、少し待ってろ。なんか雨が降ってない室内だけど雨降ってんだけど。どうだ、大した作業じゃない。それで、サプライズって何が欲しいんだ。どうせ俺の役に立つものなど出せんだろう。まあな。なんだって。俺はな、ただ人が飲み食いして眠るだけの世界に生きてるプログラマーだ。そんな男が喜ぶものは、豚の皮か、酒瓶5本か、サプライズ。それはな、お前との友情だ。友情、光栄だって言っとくか。光栄だ。なるほど、確かに驚いた。光栄だよ。ま、俺の罠をくぐり抜け、守りを突破した。エーデン、互いを信じようじゃないか。報酬はそれだ。わかった、カート。あと、ありがとう。ありがとな、友達になろうぜ。大聖堂なんとかね、クリアしました。保安に報告すると。あとは、あ、下暗すぎる。保安か、カートが盗聴器を直してくれた。下まで一気に行けんだ。やれると思ってたよ。けど話に聞いてた以上にぶっ飛んだ男だったな。だろう、ギリギリ踏みとどまってる。俺が孤独を嫌うのは、ああはなりたくないからだ。次は無線ではダメだ。船に来い、俺の部屋へ。グレのキーで開けれると。なんだここは、やばい。俺の船に行くわ。ちょっと待って、放射能がやばすぎるわ。うわ、上から出た方が良さそうやね。下からだとね、入り口が分かりにくいんだよね。あ、もう雨止んでる。じゃあこっから飛んでこう。ほっ。スタミナがなくなるからな。オープン。話そう。よ。ほら、治ったぞ。治ったぞ。声がでかい。壁に耳ありって言うだろ。これは何だと思う？これは三段か、狩猟用の。残念。こいつは卵だ、エイデン。ずいぶん小さいニワトリだな。魚の卵だ。正確にはチョウザメのな。カスピ海産だ。本物のキャビアはこれで最後らしい。口の中でとろけるぞ。貴重だな。残るは黒い波、遥か異国の海の味だ。この世は美しいものや出来事で溢れてる。
あと麗しの少年少女もな。だが心に遊びがないと気づけない。生きることしか考えてないやつには、例えばマット少佐とかだな。まあいい、いただこう。 UV ライトは用意した。なぜ電気が来てないところにライトがいるのかマットに聞けたか。やつはどうやって自爆作戦を実行する、それが知りたい。これでマットに連絡しろ。 UV ライトはテレビ局で渡すと。マット、ライトが準備できた。了解だエイデン、よくやってくれた。保安に振り回されてないか。だいぶね。少しうるさいがなんとかなる。保安、扱いは心得てる。さすがだな。狂犬病の犬を近寄らせるなよ。噛もうとしてきたら安楽死させてやれ。安楽死。直接作戦を説明したい。アンテナを奪う方法についてだ。準備でき次第連絡する。ああ、了解。分かったろ。問答無用なんだ。無線から目を離すな。話し合いの連絡はすぐに来るぞ。ふう、ストーリークエスト完了、大聖堂。いや大変だったね。ブレードアックス、新たなストーリークエスト。次回はね、放送作戦をやっていこうかな。以上です。ご視聴ありがとうございました。良ければいいねとチャンネル登録の方お願いします。お疲れ様でした。